はい、雨宮です。今日は GR86 がついに奈良市が終了して2000キロを達成したというお話をしたいと思います。で、実は少し前の話になるんですけど、先日開催された脇坂十一さんの十一プロジェクトのイベント、ほな行こかの朝ですね、横浜を出る時がだいたい1800キロぐらいだったと思うんですけど、僕はですね、朝8時に十石峠に集まるという予定だったので、結構ね、朝早く6時半ぐらいに出発して、うちの方から東名で小田原厚木道路ターンパイクを抜けて十石峠に行くというルートで向かったんです。で、ターンパイクのね、入り口の時点ではだいたい1900キロぐらいだったのかな。まだ2000キロにはちょっと足りなかったんですけど、でもね、やっぱりそれはね、ターンパイクですからね、我慢できないですよね。で、一瞬はね、一応考えたんですよ。まだ1900キロだしな、あと100キロ我慢しようかなって。ただね、ターンパイクの入り口で一旦写真を撮って、ここまではルーティンなんですけど、で、料金所でお金を払うときに、後ろの方にですね、AE86 が来たのが見えたんですよね。で、やっぱりほら、追いつかれるの嫌じゃないですか。っていうふうに、ね、自分で言い訳をして、我慢できずに、もうバッチリ回しちゃいました。でね、やっぱり運転が僕ね、上手いわけじゃないんですけど、やっぱりエンジンを回して走るのは楽しいですよね。しかもですね、こう回していくと結構エンジン音がしてですね、これ多分作られた音なんでしょうけど、やっぱテンションがね、すごい上がりますよね。なので、本当ね、ターンパイク、いつもね、寄るところの撮影のポイントがあるんですけど、そこまではね、本当ね、一瞬でついた感じがしましたね。でね、予定通りそこで撮影をしていると、後ろからね、86がやっぱり来て、よくよく見たら、藤原豆腐店、横にね、貼ってあってですね、で、知り合いの子だったんですけど、で、最初、オリドパラダイスのツーリングで回ったんですけどね、それから結構仲良くさせてもらってる子なんですけど、結構ね、いろんなところで遭遇するんですよ、ね。しかも分かりやすいですからね。でも嬉しいですよね。で、そこからね、十石峠までは一緒に行ったんですけど、道中、また無駄にテンションが上がっちゃいましたね。なんつってもね、バックミラーに藤原豆腐店の AE86 が映ってるわけですから、しかもね、こう結構ね、いい勢いで煽ってくるんですよ。本当に。本当ね、楽しい時間をね、ありがとうございました。で、そんなこんなのテンションのまま、十石峠まで行ったんで、もうね、全くオドメーターなんて見てなくて、もう気がついたら2000キロとっくに超えてました。なんでね、無事に奈良市、2000キロ経たずに、回転上げちゃいましたけど、その後1000キロも達成して、今はね、もう2200キロぐらい行っちゃってると思うんですけど、やっぱりね、奈良市が終わったら、ずっとね、話をしていた、下がないなっていうのが、回転数を意識しないで、上でね、結構つなげてるからなのか、あんまり気にならなくなった感じですね。なので逆にその辺を走るのも無駄に回すようになっちゃって、純正マフラーなんで、外で聞いてても、そんなにね、うるさくないんですよ。なので、7000回転まで回して、中でブンブン行ってても、外には意外と迷惑かけないっていう、素晴らしい車だなっていうことに、僕はね、実際気がついちゃいましたね。本当にね、無駄にブンブンしたくなります。で、実際、車内で聞く音は、アクティブサウンドコントロールで、演出されてることが大きいと思います。で、こちらは賛否両論あると思うんですけど、僕は、これはこれでいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、もちろん、実際マフラーを交換している車にね、乗せてもらうと、やっぱりちょっと乾いた音がしますし、当然そのアクセルに対しての音のズレがないので、別の意味ですごく気持ちいいんですけど、僕はちょっとせっかくね、奈良市も終わったんで、もう少し、この無駄にアクセルを踏んでも許容できる86をね、楽しみたいなっていうふうに思ってます。これね、本当スープラでこんなことやったらもう大迷惑なんで、本当ね、こんなことできないですからね。で、最後に、先日オリドさんに感度マックスのテスト版をちょっと乗らせてもらう機会があったんで、ちょっとの話をすると、これね、本当に車に動力がかかった瞬間わかるぐらい出だしが良くなった感じがしました。表現がちょっと合ってるかわからないんですけど、低回転域のレスポンスが結構改善されてるんじゃないかなっていう感じですね。オリドさん的には、まだちょっと不満があるみたいで、もうちょっとここを改善するみたいなことを言ってましたけど、ね、めちゃくちゃ楽しみですね、これ本当。ということでですね、今日は GR86 が2000キロ達成してめちゃくちゃ楽しくなりましたっていう話をしてみました。ではまた、雨宮でした。